背中は人の体の後ろ側にある前後とは、六方位の名称の一つで、縦や奥行きを指す方位の総称。このうち、進む方向を前、これと対処に退く方向を後という。古くは、前、尻へとも呼ばれた。へは、方向を指し、前は、目の方向、尻へは、背の方向である。平面上の地図においては、北を前、東を右とすることが、 一般的である。しかし、観測点の位置により、四方における左右前後と東西南北は相対的に異なる。平面の方向では、縦は前後ではなく上下を指すことが多いが、これは前後と平行する方向に立てた時の章である。立体では、前後が縦や奥行きで上下が高さや深さを意味するように、前後と上下の概念も、 相対的に異なる。例えば、右上という表現は、前後と平行する方向に立てた時の章であり、上下と平行する方向に置いた時には、右前となる。鏡は一般に左右を反転すると言われるが、水平の表面上に立つところを想像すればわかる通り、鏡は鏡面に垂直な方向を反転する作用を持つ。故に、鏡を正面から見るとき、 鏡は前後を反転していると考えることができる。zz.yy 鏡。に、像。側。もの xx。観測者の前に鏡面を置いた状態。目の前に真正面に置いた鏡による鏡像は、上の図の通り物理的には前後を反転させるが、左右は反転させない。 日常では目の前でこちらを向いている人と自分とでは左右が反転するはずなのに鏡で自分の姿を映した時に見える胸像は物理的には前後だけが反転するものの左右は反転しないこのことが逆に左右が反転するものと一般に認知されているのであるつまり自分が右手を動かすと胸像は左手を動かすというように認知してしまうのである上下が 重力方向で決まるのに対し、左右は基準となる人や物の向きによって相対的に決まる概念であるため、上下反転とは認知されず、左右反転と認知されているのである。観測者と共像との関係は直行座標形の右手形と左手形の関係と同じである。つまり、観測者の右方向を、X 軸、全方向を、Y 軸、上方向を、 z 軸とすれば、右手系直行座標形となる。これに対し、共像の方は、左手系直行座標形となり、共像の右方向を、x 軸、前方向を、y 軸、上方向を、z 軸とすると、y と y が逆方向になるだけで、x と x, z と z は、同じ方向となる関係である。観測者と共像の関係にあるのは鏡による、 ものだけではない。例えばテレビやパソコンなど、人が面と向かって使用する道具は、鏡像と同じように、使用者に対して前後が逆転している。ステレオテレビやパソコンの右スピーカーは使用者と同じ、右側についており、使用者と左右は一致している。もちろん上下は使用者と同じ方向である。ところが、テレビやパソコンの全方向は使用者に対面する方向、つまり、 使用者にとっての後ろ方向である。時間においては、話が前後する、する、前、したと以前に言ったように、後回し、前近代、後三年の役というように、早い方を前、前、番位方を、後として示す。英語で、時間軸が、前の、優先する、先んずるを意味する、アンテリアの原理は、前方の、時間軸が、後の、劣後する、遅れるを意味する、 ポステリアの原義は後方のである。これとは逆に字の流れが後を向いている。これから先というように、早い方を後、倍い方を前として示す場合もある。人は目で確認し、そちらに足を踏み出して歩くのが標準である。したがって目の向く方向、同時につま先のある方向が前である。しかしながらやや困難ではあるが、 後ろに向かって歩くことも可能である。その場合、通常に、後ろが進行方向であるが、それに応じて、こちらを前と言い換えることはない。その場合、後退という。それと区別する意味で前に進むことを前進という。他にも自動車や自転車など、基本的な進む方向は決まっているが、後ろにも進める場合、前進と交代を用いる。このように、進むは、 前方への移動を、尻属は後方への移動を示す。後進は、同方向へ遅れて移動するものを指す。ちなみに、第二次世界大戦後半、日本軍部は退却と言いたくないために転進という語を使用した。両政国時代の旧国名に、前、後がつく場合、K に近いか遠いかを示す。また、K に近い地域では、K を基準にその後輩地域に、 あとオフス。ありがとうございます。